岩手の木材店がおもちゃ美術館をオープンさせました。世代を超えた交流と地域活性化を目指す取り組みをご紹介します。グッドラックストーリー。花巻市の丸館ビル2階に今年7月花巻おもちゃ美術館がオープンしました。設立したのは大友木材店4代目社長の大友康弘さんです。大友さんは丸館大食堂復活でも中心的な役割を果たしました。もともとは丸館ビル大食堂の、再オープンっていうのがありまして、その翌月東京おもちゃ美術館っていうところに視察というか行く機会があって、あ、これ丸館ビルの他の空いてるフロアに入れたら面白いことになるんじゃないかなと思ったっていうのがきっかけですね。おもちゃ美術館には大食堂の森や乗り物の森など10カ所の部屋があり、岩手県産材で作られた300種類以上のおもちゃや遊具が揃っています。6階の大食堂をイメージした大食堂の森というお部屋があるんですけれども、10段ソフトのソフトクリームを再現した木のおもちゃもあって、ここでしか遊べない遊びがたくさんあります。美術館の活動を支えているのは赤いエプロンを着たおもちゃ学芸員です。20代から70代までのボランティアスタッフがおもちゃの遊び方や木の大切さを教えています。一つのおもちゃが全然違う遊び方とか、それこそおもちゃ自体はいっぱいどこにでもあるだけど、その遊び方はこの一期一会がないと見つけられないものもたくさんあるので、それはとっても楽しいです。土曜日と日曜日は作る楽しさを学ぶ工作の日、金曜日の夜にはナイトミュージアムも開催するなどイベントも充実しています。何十年と愛されていく美術館になっていったらいいなと思います。我々ちょっと今取り組んでいることっていうのは、新世代型木材屋って自分たちは言ってるんですけど、で大きく違うのは物を売ってないんです。体験を売ってるんです。でこれを全然真似できると思ってるんで、日本中に増えてくれたら嬉しいなってすごく思ってますね。世代を超えた交流で地域コミュニティを活性化します。花巻と岩手の巡りを全国へ。グッドラック。満足と安心を届けられるような接客でお客様の役に立つ働き方を目指します。この番組はコーレクの提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをお送りします。